1977年に打ち上げられた NASA の探査機ボイジャー1号と2号。ボイジャー1号は2012年8月1日、2号は同じ年の12月10日に太陽圏を出て恒星間空間へと入りました。2機の探査機は現在地球からどれくらい離れたところにいるのでしょうか。この動画の前半では地球からの距離も含めてボイジャー1号と2号の現在の状況を知ることができるサイトを紹介します。動画の後半では惑星の公転軌道とボイジャー探査機との位置関係がわかるウェブツールを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2機のボイジャー探査機がどれくらい離れているかについては NASA ジェット推進研究所のウェブサイトでリアルタイムで知ることができます。こちらがそのサイトです。ここはボイジャーミッションのサイトの中のミッションステータスというページです。 URL はこの動画の概要欄をご覧ください。表示しているのは2024年6月29日現在のスクリーンショットです。このページにはボイジャー1号と2号の現在の状況が載っています。ページを開くと単位がマイル表示になっているかもしれません。その場合はまずはメートル表示に切り替えましょう。切り替えるには MET というところをクリックします。内容を上の方から順に見ていくと、まず打ち上げ日時、ボイジャー1号は1977年9月5日に打ち上げられました。時刻は世界時で表示されています。ボイジャー2号の打ち上げは1号より2週間くらい早く1977年8月20日でした。次の行には打ち上げからの経過時間が載っています。1号も2号も打ち上げから46年以上も経過しています。もう少しで47年になります。次は地球からの距離、距離についてはキロメートルと au という単位の2つで書かれています。 au は日本語だと天文単位と言います。1天文単位は太陽から地球までの平均距離に相当する距離で約1億5000万キロメートルです。ボイジャー1号の163天文単位は太陽と地球の間の距離を1とするとその163倍も離れたところにいることを示しています。次の行は太陽からの距離です。こちらもキロメートルと au の両方が表示されています。次は太陽に対する速度です。 kps はキロメートルパーセカンドのことで、ここでは探査機が太陽に対して秒速何キロメートルで動いているかが書かれています。ここには探査機まで光で片道どれくらい時間がかかるかが書かれています。探査機とやり取りするための電波は秒速約30万キロメートルの高速で伝わります。つまり地球から何かコマンドを発信するとボイジャー1号に届くまで22時間30分以上かかるのです。コマンドの結果が地球に戻ってくるにも同じだけの時間がかかります。ボイジャー探査機とやり取りするには非常に長い時間が必要になります。最後は宇宙船のデータが載っています。ここまでページのスクリーンショットを使って説明してきました。実際のページはこのように刻々と値が変化していきます。ここからはウェブ上で見られる Eyes on the Solar System というツールを紹介します。 URL はこの動画の概要欄をご覧ください。こちらのツールでは地球からの距離や太陽や惑星の公転軌道とボイジャー探査機との位置関係などを知ることができます。 Eyes on the Solar System を開くとこのような画面になります。ここでは惑星や探査機の現在の位置が示されています。例えばボイジャー1号について知りたい場合、右上のメニューをクリックしてその後でボイジャー1号をクリックします。するとボイジャー1号の近くの視点にジャンプします。距離を調べたい場合はディスタンスツールをクリックします。地球からの距離を知りたい場合、ネームオブターゲットのところにアースと入力してください。すると 24.40 ビリオンキロメートルと表示されます。これは244億キロメートルのことです。先ほど紹介したページと比べるとこちらは丸めた数で表示されます。ビューオプションでハバーブ3を選ぶと惑星の公転軌道と探査機の位置関係などが分かりやすくなります。
このように3次元的に動かすこともできます。ボイジャー2号の場合はメニューをクリックしただけでは表示されないので、ビュー161スペースクラフトをクリックします。すると、アイズ・オン・ザ・ソーラーシステムに組み込まれている探査機や人工衛星の一覧が出てきますので、そこでボイジャー2号をクリックしてください。このように、ボイジャー2号の近くの視点からの表示に切り替わります。後の使い方は、ボイジャー1号と同じです。アイズ・オン・ザ・ソーラーシステムは、太陽系に関して様々なことを表示することができます。ぜひ、いろいろと触って楽しんでみてください。